那覇市阿蛇下町散歩。ランチするまで帰れま店。大げさなタイトルをつけてしまいました。単に語呂合わせです。すみません。実は今日阿蛇にやってきたのは阿蛇の住宅街にある食堂なんちゃっていを探すのが目的でした。結果から言いますと探せませんでした。その経緯を映したのが今回の動画になります。阿蛇の下町を一緒にお散歩している気持ちでお付き合いください。月桃は強い植物で至る所で見ることができます。4月から6月頃まで可憐な花が咲きます。月桃の匂いが大丈夫な人は一度この花を切り取って月桃の香りを嗅いでもらいたいです。ホテルの部屋に持ち込んで月桃の香りを楽しむのも良いと思います。面白いのは花を切り取っても花からはほとんど匂いがしません。切り口の茎から強烈な月桃の香りがします。月桃は沖縄ではごく普通の植物ですから、野山に生えているものや那覇市内の公園の隅に生えている月桃は一房くらい切り取っても大丈夫です。多分です。私個人的にはこの時期月桃の香りにチャレンジしてほしいと思っているんです。国道58号線からどんどん離れているので下の道に降りて58号線向けに歩いてみます。共同移動を発見しました。フィージャーマニアとしては嬉しい発見です。右手が阿蛇公民館ですから、場所的には分かりやすいですが、この井戸は地図にも載っていないので由来などは分かりませんでした。
阿蛇小学校の前に出てきました。最初はなんちゃっていでランチする予定でしたが、今日は諦めます。というのも動画には映ってませんが、ここまで小1時間ほど周辺を徘徊しているんです。それでも探せないので、なんちゃっていは次回に回したいと思います。で、今日のランチはどうするの？安心してください、ちゃんと第2候補は考えています。準備が万端な街歩きです。前方に国道58号線の下を通るトンネルが見えてきました。あのトンネルをくぐってしばらく歩くと、ソーキそばの田舎、阿蛇店があるんです。前の黄色い看板は業務スーパーです。業務スーパーの角を右に曲がると、目の前がソーキそばの田舎、阿蛇店になります。とその前に街中の小さな天ぷら屋を発見しました。これは買わないとですね。ちょっと寄ってみます。あ、すいません。昼ご飯もあるし、4つだけ買います。天ぷらできる？天ぷらできますよ。ありますよ。イカ煮と芋煮。イカ煮と芋煮。うん、それだけ。わかりました。そしたら280円ですね。で、720円の返しと、イカ煮と芋が2本です。はい、どうも。はい、ありがとうございます。はい、ソーキそばの田舎に到着しました。この店は一般民家そのもので、沖縄の家庭にお邪魔したような雰囲気がある店です。ざっくばらんな感じがとても好感が持てる店で、私この店が好きなんですよ。土日はお休みとあります。やってしまった。とりあえず移動して天ぷらを食べます。
アジャで適当な公園が思いつかなかったので、泊まり旅行前の公園まで移動してきました。今回は住宅街の中にある隠れた食堂、なんちゃってを探すことが第一の目的でした。地図には大体の場所があるし、狭い範囲なので簡単に見つかると考えていましたが、甘かったです。次回は必ず探し当てて行きたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。